GPA オープンセッションにご参加の皆さまこんにちは日本の個人情報保護委員会委員長の丹野美恵子でございます今回 G7 DPA ラウンドテーブルにおける DFFT の議論についてご紹介する機会をいただきありがとうございますまた GPA 年次会合をホストするアレクサンダーホワイトコミッショナーをはじめバミューダプライバシーコミッショナーオフィスの皆さま 以内をはじめ GPA 執行委員会の委員 GPA 事務局の皆様のご尽力に対し心より感謝を申し上げますさて G7 においては年1回各国のデータ保護プライバシー機関 DPA の委員長級が協議する G7 ラウンドテーブル会合が開催されています今年は日本が G7 議長国であり当委員会は本年6月 東京において第3回 G7 ラウンドテーブル会合を開催し私が議長を務めました本会合では DFFT 先端技術執行協力という3つの柱に基づき議論を行い成果文書としてコミュニケ行動計画生成 AI に関する声明を発出しました。まずコミュニケですが G7 DPA のハイレベルの対外的メッセージになりますまた行動計画はコミュニケに対応した G7 実務者間の具体的な協力内容を定めたもので G7 ラウンドテーブルでは今回初めて作成されましたさらに生成 AI に関する声明は生成 AI 技術に関しデータ保護プライバシーへのリスクに対する懸念が急速に高まったことを背景に コミュニケとは別に特別に排出された G7 DPA のメッセージですこの場ではこれらの G7 成果文書のうちコミュニケと行動計画の DFFT パートに焦点を当てますまずコミュニケですコミュニケの DFFT パートにおいては主に個人データの高水準の保護を含む信頼性の確保が データのの自由なな流通をを促進するるための基本的な前提条件であることを確認しましたそして各国における個人情報保護法制の多様性を認めつつ事業者が自らのニーズに合った越境移転ツールを選択できるよう選択肢を創出することが必要であることそのため グローバル規模のデータ移転ツールの開発についてさらに提唱し促進することを目指すことに合意しました次に行動計画です行動計画の DFFT パートにおいては主に DPA や OECD などさまざまな国際フォーラムにおける DFFT の概念を発展させるための進行中の取り組みをサポートし 信頼性が必要不可欠の要素であることを G7 として引き続き強調していくことグローバル CBPR と EU 認証の要件の比較やモデル契約条項の比較を通じ移転ツール間の総合運用性及び修練の水準を評価し共通点考えられる相違点及びさらなる改善のための領域をマッピングすることに合意しました。さて 次のセッションは、さまざまなデータ移転メカニズムを推進する担当者や専門家が一同に会する貴重な機会と聞いております。DFFT の具体化に向けた有意義な議論が行われ、グローバル規模のツール開発に向けた協力が一層促進されることを期待します。最後になりますが、G7 コミュニケの一節に、DFFT は現在、 同志国及び様々な国際フォーラムの共通目標になっているとあります今後とも G7 が共通目標である DFFT を会場の皆様をはじめ世界の皆様とも共有しその具体化に向けて一緒になって取り組むよう私も尽力してまいりたいと思いますご清聴ありがとうございました